はい、どうもパイテオチャンネルです。今日はなんと DIY していきたいと思います。こいつでね。で、今日はこのいつもキャンプで使ってるこれ DOD のテキーラキッチンレッグ、これホームセンターで買ってきた木材、いつもこれ使ってたんやけど、ちょっとこのままの色やとなんかちょっとかっこよさに欠けてしまうから、今日はね、このブライワックスを使ってヴィンテージ風エイジング加工をしていきたいと思います。もう DIY なんかやったことないねんけど、ちょっとネットでパッて調べたら結構なんか簡単にできそうな感じだったんでね、早速ね、作業の方に入っていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。Let's go。 ちゃんとやってくれ笑ったら俺も震えるから。手袋入れますよ皆さん。これ手についたら大変。作業するとき必ずビニール手袋をねしてください。じゃないと大変なことになる。もうちょっとついてる、うんこみたいなのついてる。はい、とりあえずブライワックス塗り終わりました。で、これちょっと川くんどれぐらいかかるのかな。2、30分ぐらいかな、多分20、30分。うん、とりあえずじゃあ川くん待ちましょうか。ちょっと先輩見てお前の指がいい色に沿っとるやないかい俺の指もええ感じにエイジング加工されてるわ。穴開いただけん。手袋は穴開いとったこんなのどうか、うん、
手袋をだからあの2枚つけた方がいいかもしれないですね皆さん、うん、2枚つけても破けるやんゴムやからなかなかですよこれというわけで手洗ってきますはい完成しましたこんな感じですどうげんちゃん感じ的にはだからでもちょっとやっぱ雰囲気出たねあのやっぱ白いままよりかはやっぱいい感じになったんちゃうかなと、うん、綺麗思いますよはいで今回使ったのはこれブライワックスラスティックパインってやつですでもお高いんでしょ2980円安いこれを今回使いましたで、なんか調べてたらなんか所要時間だいたい40分とかぐらいやったけどうんめちゃくちゃ時間かかったねやっぱりまあかかったね結局多分1時間半とかぐらいかかったかな多分でもこの辺の傷とかもボコボコなっちゃったけど、いい感じで味が出たんちゃうかな思います、でこのねこれご紹介したいこの遊び心ほっとるかちょっとパイティアンってほっといたから、いいと思う全体的に、どうやっててやりにくいところとかちょっとわからんかったところがあったあのね一番注意しないといけないのは、ビニール手袋、ね、あれ一枚じゃ破れます結局後で拭く時も破けとったからなそうそうもうだって爪ちょっとなあのエイジング風じゃヴィンテージ風エイジング加工されてるされてもてるからちょっと茶色になってる爪が茶色になってもたから、まあまあ、それだけ注意したら、うまくいくんじゃないかなと思いますよ、で今後これが好評やったらねまた第2弾第3弾とじゃあとりあえずみんなにちょっとまあなんかもっとこういうのあるよとかコメント欄にねもらったりとかいいよって高評価をもらえると第2弾が組みやすいからそんな感じで、はいじゃあ今回の D 初めての DIY、動画終わりたいと思います今回も最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございましたそれじゃあまた会う日までバイはい OK おお、どこ行くねん。ちょっとそこまで。やめとけ。